東北ずんこは SSS 合同会社によるずんだ餅をモチーフにした少女のキャラクター及びその還元コンテンツの総称である。2011年に東日本大震災からの東北復興支援を標榜し登場したものでキャラクターとしての東北ずんこは東北地方に本社を登記する企業であれば手続きをせずに無償でポップ広告や商品パッケージ、ウェブサイトなどに 商用利用できる。また、非商用であれば、東北6県に限らず、手続きをせずに、無償で利用が可能である。ただし、公式サイトに掲載されている、素材以外の、二次創作された作品については、それぞれの権利者が権利を有しているため、権利者の許可を得る必要がある。キャラクターデザインは、江戸村に2個、声は、佐藤さとみが担当している。 東北文庫を制作した SSS 合同会社は、もともとはアニメの周辺ビジネスを手掛けるために設立された東京の企業である。会社設立後、地方キャラクターに注目し、事例をもとに研究を進め、一旦は東北とは別の地方のキャラクターのプロジェクトを進めていたが、2011年3月の東日本大震災をきっかけに、 東北の支援につながるものにしようとの考えから東北ずんこが誕生した。従来のご当地キャラクターのような県単位以下の範囲ではなく東北六県全体を盛り上げるためのキャラクターとなっている。ずんだ餅をモチーフとしたのには東北地方一帯で食されていることが関係している。もっともずんだ餅は東北でも青森県と秋田県ではあまりメジャーではないことから それを補うため、後に、青森県の板子を元にした姉の、東北板子秋田県の桐リタを元にした妹の、東北桐リタンも作られている。特徴として、東北地方に本社を登記する企業にのみ、申請なしで無償でのキャラクターイラストの商用利用を認めるとともに、非商用で、キャラクターのイメージを著しく損ねるものでなければ、クリエイターなどによる、 申請なしで無償の利用も認めている。気象用での利用を原則自由にすることで、動画投稿サイトや画像投稿サイトなどでの二次創作作品の発表を促し、キャラクターの認知度を高めることで、東北の企業による利用につなげるとともに、東北以外の企業が商品化する場合に、SS、S、に入る著作権収入によって収益化する考えである。なお、 東北イタコと東北キリタンについても同じ条件での利用が可能である。東北ズンコの企画にあたっては SSS はシューティングゲームを中心としたマルチメディアプロジェクトの東方プロジェクトから世界観の作られ方とそこから生まれる二次創作の盛り上がりを熊本県のご当地キャラクター熊門から利用ガイドラインの見やすさを参考にしたという。東北ズンコの制作に合わせ 告知に役立てようと2011年に開催された経済産業省関東経済産業局の補助事業であるビジネスマッチング見本市クリエイティブマーケット東京2011に応募している。ちょうどその年のテーマの中に復興支援につながることがあり、加速程度ならという見込みで当時キャラクターイラスト1枚だけの状態ながら応募したが、 準優勝相当の審査員特別賞を受賞した。2011年10月27日に東北ずんこの提供を開始。東北ずんこが発表されると、その名前などから話題となる。東北の企業では食品などで商用利用が広がっている。また、SSS 自身の企画で東北ずんこの声の音声合成ソフトの商品化や、 3DCG モデルの無償配布といったように、二次創作のための素材の提供を行っている。SSS の企画では、ユーザーの応援によって、東北ずんを育てるという考えから、広く、一般から製作資金の出資を募るクラウドファンディングを活用している。本説は公式サイト、公式小説を元にしている。東北ずん東北伊た東北きり、 単本節は SSS 合同会社関連のコンテンツを発表年月順に扱う。東北ズンコ発表と同じ2011年10月27日に Android 端末向けウィジェットの配信を開始している。起動画面に常駐し、最新のズンダ文字や東北に関する情報の表示機能に加え、ゲーム要素も盛り込まれている。Twitter 上で2012年6月より、 佐藤敏夫による東北ずんこのオリジナル小説が連載を開始。途中からツイッター連載を停止し、アイノベに以降、2017年6月にアイノベでの連載も停止し、公式導入小説としてリブートを開始した。2013年10月には、ツイッター、アイノベのリメイクに書き下ろしを加え書籍化された。2012年11月14日に配信を、 開始した iPhone 向けゲームアプリは、クラウドファンディングを活用した企画の第一弾である。制作に先立ち、2011年にマイケロバンクでグッズを引き換えに30万円の支援を集め制作された。開発は、ジェトリックス株式会社。東北ズンコが、日本全国を歩き、襲ってくる、各地方の名産品をズンダアローで打ち抜いてズンダ持餅に変え、 ずんだ持ちで体力を回復させながら、ゴールを目指す。本ソフトでは、東北イタコ、東北キリタウンも登場し、都道府県の豆知識を教えてくれる。ボイスロイド東北ずんこは、2012年9月28日に、AHS から発売された、個人向けの音声合成ソフト。AI が開発した、コーパスベース音声合成方式の、音声合成技術、ATOC を使用し、 AHS が販売しているボイスロイドシリーズの一つでテキストを入力することで担当声優佐藤さと美の声をもとにした東北ずんこの話し言葉を作成することができる東北の市町村名セリフ等の音声ファイル X ボイスも同梱しているなおボイスロイド東北ずんこで作成した音声の利用は非商用に限定されている AHS が販売している他の ボイスロイドシリーズ製品と異なり、楽曲の一部に使用される場合の営利利用許可を得る。楽曲用ライセンスの販売も行われていない。iPhone 向けゲームに続き、本ソフトもクラウドファンディングを活用している。販売数に応じて、金銭のリターンが得られる投資型で、みんなのファンドにおいて2012年1月から行われた東北ズンコファンドに、一口2万円。 目標金額450万円で500万円の出資を集めた。ただし、投資型は仕組みが複雑で手間がかかる問題も浮き彫りとなった。2013年2月21日より 3DCG ソフトミカミクダンスで利用できる 3D データが無償で公開されている。キャラクターイラストと同じく手続きなしに 無償で非商用利用と東北に本社に置く企業による商用利用が可能となっている。クラウドファンディングを利用しており、支援特典を引き換えに、キャンプファイアで目標金額25万円で57万円の出資を集め制作された。ボーカロイド3東北ズンコは2014年6月5日にボイスロイドと同じ AHS から発売されたボーカル音源 ヤマハが開発した歌声合成技術、ボーカロイドを使用し、AHS が制作したもので、メロディと歌詞を入力することで、担当声優、佐藤さと美の声を元にした、東北ズンコの歌声を作成することができる。歌声は、ほんわかした、可愛らしい声が、特徴で、アイドル風の楽曲からバラードまで、優しく、ふわっと歌い上げます、とされる。得意なテンポはから 得意なお人気は F24 g、ボイスロイド、MMD モデルに加え、本製品が発売されたことで、東北ずんこは、喋れて、踊れて、歌える、キャラクターとなった。クラウドファンディングを利用しており、支援額に応じたイラストの先行公開や、上り端といった特典を引き換えに、アニピポで、目標金額500万円で出資を集め制作された。 クラウドファンディングにより出資を集め、東北イタコ、東北キリ、タンのフリーの音声合成ソフト歌うに対応した音源と MMD モデルの制作が企画され、2014年に声優のお礼メッセージを引き換えとして、目標金額200万円で出資を集めた。アニメ化を見越し、イラストや漫画に加えてアニメ化のための設定資料を収録した画集企画のため、 2015年3月から4月にかけ、クラウドファンディングにより、目標金額3万ドルで出資が集められた。このクラウドファンディングでは、英語でも企画をアピールすべく、アメリカのキックスターターを利用した。設定資料の完成の次には、アニメ制作のためのクラウドファンディングを行う予定と、アナウンスされた。この企画に合わせ、 アニメーターの上品博氏によるテストアニメも公開されている。画集にはイラストレーターの高田明美が参加する予定となっている。2016年10月27日には東北切りンのボイスロイドが発売。クラウドファンディングサイトグリーンファンディングで目標金額450万円に対し約700万円の出資を集め制作された。 2018年11月8日には東北イタコのボイスロイドが発売。ボイスロイドとしては初めて感情パラメータを実装した製品となっている。クラウドファンディングサイトグリーンファンディングで目標金額450万円に対し約2380万円の出資を集め制作された。2020年2月22日には歌唱用ソフトウェア。 AI 東北記事端が発表された。エンジンには、楽譜データから、発生タイミング、音の高さ、性質、声のかすれ具合などを、ニューラルネットワークで推定し、実際の歌唱データからなる、歌声ライブラリーで構成する新技術、ニュートリノが用いられている。同年9月18日には、同じニュートリノを使用した、新音源、AI 東北イタコ。 2021年7月5日には AI 東北ズンコも発表されている。2021年2月12日には C オ AI 東北記事タンが発売。音源はニュートリの版と同じものが使用される予定。AHS は有料の製品として発売することについて、すでにニュートリの用音源として使われているため、逆に AI による 音声合成に慣れた人に使ってもらえるのではと、している。2021年8月1日には、ヒホが新たに開発した無料の音声合成ソフト、ボイスバックスを利用したズンダモンと四国メタンのテキスト、読み上げ用ソフトがリリースされた。2016年6月に、ワオコーポレーション、スタジオライブ、S、SS 合同会社の三者合同で、若手アニメーター育成プロジェクト、 アニメ卵2017に応募し、受託制作団体に決定した。ズーンダホライズンのタイトルでアニメ化された。委託元の要請に応じ、他のアニメと同じくフルアニメーションで制作された。また、歌唱曲を5曲導入し、一部はミュージカル風演出を取り入れている。2017年3月11日に、池袋ヒューマックスシネマズにて、 他の3作品と共に完成披露上映会を開催後、テアトル新宿にて4月22日から4月28日まで、レートショー上映され、JAL にて機内上映された。なお、当アニメに向けてキャスティングした関連キャラクターのキャストも公開され、アニメ用に収録した歌う向け音源も順次、デモソングと共に公開された。 同年5月9日には YouTube 及びニコニコで1ヶ月間の無料公開とスタジオライブのチャンネル放送で制作話が行われた。また、当アニメ関連においてもクラウドファンディングを実施、一定率を達成すると次回作について検討される。2019年 DNA 弾んだホライズンの一部に中割を自動生成する技術を適用した動画をイベントで公開した。 あらすじ、ずんだあろうで矢を放ち、どんな餅でも、美味しいずんだ餅にすることができる東北ずんこは、東北きりたん、東北いたこ、中国うさぎ、四国めたん、九州そららとともに、ずんだ餅を食べながら幸せに浸っていた。一方、大江戸ちゃんこ総帥率いる、納豆ファクトリーの面メ々ンメン、中物励、関西忍び、沖縄はも、 北海道メロンダは、ズンダの原料の枝豆と納豆の原料の大豆が、収穫時期が違うだけで、実は同じ豆であることから、納豆に使う大豆の量が減ることを恐れていた。ズンこの家に資格として送られる、沖縄アワモと北海道メロン、そして第三の勢力とはアニメオリジナルキャラクタースタッフ放送局同様の、地域おこしを目的として活動する萌えキャラクターである。 北のカムリやイマイチ燃えない娘などとはツイッターを通じた交流があり、2014年11月24日に東京、渋谷で開催される同種のキャラクター同士の交流を目的としたイベント第1回自称萌えキャラ学会に参加した。ありがとうございます。